敵の名はロシア米軍だ。その中心たる三銃士の登場に雷霧隊はこれまでにない苦戦を強いられた。だが木綿の活躍により敵を撃退した雷霧隊は一時に休息を得る。何をおっしゃいますの？私が西洋から取り寄せてもらったこのスイムスーツは海で遊ぶときには必須なんですのよ。意外に保守的ですのね。そんなことではダメですわよ。ここはやっぱり先生も来てみるのが一番ですわ。いろいろ取り揃えてますわ。成人男性サイズから幼児サイズまで。幼児サイズなんて誰が着るんだよ。わらわから離れるでない。はい、なら着られてますね。貴様たちまで来たのか。え、どうして私たちがこんなところにいるのかですって。これ以上の厳しい戦いに突入することになるのですね。ああ、そこで君たちに一日の休暇を出したい。休暇？雷霧隊全員にですか？もちろんだ。艦の補給が済むまで君たちはこの島で自由に過ごしてくれて構わない。温泉宿に部屋も取ってある。ですが、艦の皆さんを置いて僕たちだけ遊びに行くというのは。うわー、カモル！ワッシーン！ああ、何をするんですか、艦長。これが最後の休息になるかもしれない。過酷な戦いに臨む君たちにせめて楽しい思い出を作ってもらいたいという私の気持ちがわからないのか。申し訳ありません。僕が間違っていました。分かってくれたか、うまくいくん。艦長、こういうわけですよね、お兄ちゃん。
似てません。そんな…キルちゃん、頑張ろう。きっと、私たちには明日があるよ。そうだね、ポメちゃん。シンさん、シンさんの目の保養にね。お子様ばっかりでシンさんがかわいそうだから。何がかわいそうなの？朝たちだって先生の目の保養に。そのまま下を向いてみて。ドーンと地面が見えるでしょ。目の保養に、保養に、うわー、バカ野郎。勝ったわ。はいないのかしら。なら優勝商品のシンさんをもらっていくわ。さあ、あっちの茂みに行きましょう。外でするっていうのもたまには。いいからいいから。意外と気痩せするタイプだったのね。何その勝ち誇ったような笑みは。いいわ、こうなったらシンさんに決めてもらいましょう。どっちがより魅力的か。私たちも黙ってられませんわ。はい、お兄ちゃんは渡しません。当たり前だよ。考えたら先生の好みってよくわからないし。だから、朝だって可能性は。なあ、キヌ。私は朝ちゃんより自信あったりして。ずっと天の原に閉じこもりっきりだったから、たまに緑を見ると嬉しいな。クキ様と三つ子たちも来ればよかったのに。朝ちゃん、待って。私海で遊び疲れちゃったよ。だらしないぞ、キヌ。本当に楽しいことをやってたら疲れたりなんてしないんだ。先生だってピンとしてるだろ。キヌちゃん、頑張りなさい。もう少しで温泉に着くわ。
ほとんど人に知られてない人って話だから。でも温泉宿といえばやっぱりあれよね。そう、あれ楽しみ。出されるごちそうのことを考えたら、つい私、温泉に行くの初めてなんです。どんなごちそうが出るのかな。まったく、皆さん温泉温泉って、私はもう少し海で遊びたかったですわ。みーんじゃありませんわ、海ですわ。で、山猫の子供です。日本ではこの島にしかいない種類の。わあ、かわいい。サラサさん、懐かれちゃったみたいですね。そんなの知りませんわよ。早く私から離れなさい。すごい、あんなに木登り上手な猫、初めて見たよ。私の服が猫の爪で。許せません。天に代わって私が天中でござるですわ。それは天中。くだし、まずい。うわ、ねえリンズ、あれってみんな山猫なの？山猫です、肉食の。肉食？
ですかお兄ちゃん、後ろを向いたりして。こら、もめん、一人で先に行くなよな。他の人とお風呂に入るなんて初めてです。なかなかの露天風呂ですわね。まあ、私の別荘のお風呂にはかないませんけど。メガネが曇って何も見えないよ。当たり前よ、この温泉混浴なんだから。待ちなさい。ここで言ったら新さんは教師失格よ。昔からよく言うじゃない、裸の付き合いって。信頼関係を築くためには一緒にお風呂に入ることが必要なのよ。それとも何かしら、シンさんはまさか教え子を見て浴場しちゃうの？お兄ちゃんに限ってそんなことありません。浴場で浴場するなんて。そうくるか、もめん。とにかくもめんさんの言う通りですわ。先生は清廉潔白な教師の鏡ですもの。教え子に浴場なんて、まあ私にしてしまうのは仕方ないことですけど。先生、一緒に温泉に入りましょう。一緒に。ごちそう。ごちそう。はあ、いいお湯ね。こんな風情のある温泉宿ですもの。やっぱりあれはあるわよね。温泉にまつわる伝統的な出来事は。真珠。素敵ですね。許されぬ愛を誓った二人があの世で結ばれることを祈りながら。あの世で結ばれてどうするのよ。この世で結ばれるの。ほら、よくあるじゃない、旅先の温泉宿で巡り合った男と女がいろいろあった末に結ばれるって。結ばれるって誰が。さあ、誰でしょうね。男の方ははっきりしてるんだけど。楽しみ。あら、あなたが選ばれるとは限りませんわよ、もめんさん。
お前もな、サラサ。どうしよう、私。ゴシゴシゴシ。今夜が楽しみね。食べるわね。いくら夜に備えたいからって。年頃の女の子だから新さんも期待してるんでしょ。でもみんなは。よく食べるわね。肉とか魚とか力のつきそうなものばかり。豆腐ね。豆腐はいいわよね。原料の大豆は栄養たっぷりで畑の肉って言われるくらいだし、もちろん体力も。野菜もいいわよね。この山で採れた山芋なんてネバネバとろーりとして体力増進に。
腹空いちゃいますよ。それでは力が。先生もしっかり食べてくださいまし。朝たちが食べさせてあげるの。はい、あーん。いいから、ほどほどにね。お楽しみはまだこれからなんだから。